もし気前よく渡されたそのお金が殺人で手に入れたものだったとしたら、遡ること30年前の1992年8月、舞台はオーストリア、ウィーン。ここにオーラから性格と上品な振る舞いで慕われている一人の女性がいました。彼女の名前はエルフリーデ・ブラウエンシュタイナー。有り余るほどの資産を持つ彼女の生活は優雅そのもの。しかしそんなエルフリーデにもここ数年悩んでいることがあったんです。それは病気がちな夫ルドルフが入退院を繰り返し看病に追われるようになっていたこと。まだお若いのに大変ね。そう心配する周囲に対しエルフリーデは気丈に振る舞います。愛する夫のためなら頑張れるわ。エルフリーデとルドルフは仲睦まじく、周囲からもおしどり夫婦として知られていました。しかし看病の甲斐もなく、ルドルフは52歳の若さで他界。一人取り残されたエルフリーデは息を引き取った彼を前にこうつぶやきます。ああ、ルドルフ、やっと死んだわこのデーブ。病死をした夫の前に悪態をついた妻エルフリーデ。まるで人間の血が通っていると思えないその言動の数々とは、世間を怒りの渦に巻き込んだのは彼女の身勝手すぎる動機だったんです。おそす、俺は何もできないけど天才とかすげえやつに仲間になってもらう能力だけあるよ、ケンちゃんです。なんだ、ヤミコでーす。俺の審美眼が間違ってたかもしれない。本日皆様にご紹介するのはオーストリアの連続殺人犯エルフリーデについて。彼女はですね、非常にお金持ちで有名な女性だったんですけど、実はね、優雅な生活とは裏腹にね、やってることがえげつなかったんです。金持ちの女性がそういう連続殺人やってるって、すっごいサイコパスなイメージが私あることで。さてね、そんなエルフリーデが世間を騒然とさせたとあるシーンから見ていきたいと思います。大富豪エルフリーデ。遡ること約25年前の1997年2月10日、オーストリアの都市ウィーン。落ち着いた様子で裁判所に現れたのはベージュのスーツ姿の女性。彼女は殺人容疑をかけられているエルフリーデ・ブラウエンシュタイナー、66歳。詰めかける報道陣を前に金の十字架を掲げ、彼女は高らかな声でこう宣言します。私が人を殺すなんてとんでもない。私は自分の無実を信じています。報道陣に向かい、自信に満ち溢れた表情で手を振るエルフリーデ。その堂々とした姿にニュースを目にした人々は、彼女が殺人犯だとは到底信じられずにいました。あの人が殺人なんて何かの間違いだろう。多くの人がそう思ったのは、報道時のエルフリーデの様子だけが理由ではありませんでした。なぜなら彼女はオーストリア有数の富豪の夫人であり、その上人格者としても知られていたからなんです。エルフリーデは莫大な資産を持っていたんですが、決してそれを独り占めすることはありませんでした。身内や周囲に困った人がいれば、金額を問わず高額の援助を行い、彼女の娘が失業してしまった際には、なんと1700万円もの大金を送ったことも。こうした日々の振る舞いから彼女を慕っている人は少なくなかったんです。確かに性格も気前もいいってなると、なかなか殺人には結びつかないわよ。この時多くの人はね、エルフリーデは無実だとそう思ったんです。エルフリーデが無実だと思われていたことにはもう一つ理由があります。それは当初彼女が遺産目的で殺人を犯したとされていたから。他者に分け与えられるほど裕福なエルフリーデが人を殺してまでお金を得ようとするでしょうか。しかし次第に犯行の詳細が明らかになるにつれて、人々の反応は変わっていきました。血も涙もない悪魔め、この女を絶対に許すな。めちゃくちゃすごい手のひら返しじゃないよ。何したっていうのよ。エルフリーデのね、犯行内容がそれほどひどいものだったっていうことなんです。一体彼女はね、どのような罪を犯したのか。エルフリーデが殺害したとされているのは計5人。その全ての犯行で使用されていたのがオイグルコンでした。オイグルコン、なんて聞いたことないわよ。これはですね、薬品の名前なんです。じゃあ薬品ってことは何？5人は毒殺されたってこと？毒殺ではないんですけど、薬がね、直接的な死因になってる人もいるんです。というわけで本日のメトラキーワード、オイグルコンについて。オイグルコンは血糖値を下げるための薬。通常は血糖値が高い場合に適切な値に近づける目的で使用され、糖尿病の治療などによく使われるんです。エルフリーではこの薬を血糖値に異常がない人へ過剰に投与していました。オイグルコンの過剰投与によって正常な値よりも血糖値が下がると、いわゆる低血糖状態になるんです。低血糖の主な症状は冷や汗や手足の震え、意識障害などですが、最悪の場合死に至ることも。糖尿病の治療中にも低血糖を引き起こしてしまうことがしばしばあるというんですが、そのほとんどは適切な処置を行い回復する症状なんです。適切な処置をちゃんとしてあげれば回復するんだけど、そうしないと死にも至っちゃう可能性がある。エルフリーデはなんでそんな利用方法を思いついたわけ？おっしゃる通りですね、なぜねエルフリーデがオイグルコンなんてものを使おうと思い始めたのか、まずは彼女の最初の殺人から見ていきたいと思います。悪女エルフリーデ。
1986年看護師として働いていたエルフリーでは糖尿病を患う男性オットーの病室を訪れていた。投薬の準備をするため医師の処方を確認するエルフリーで、そんな彼女の脳裏にふとある考えがよぎった。この薬を処方より多く与えたらこの男はどうなっちゃうのかしら。あろうことかエルフリーではこの考えを実行に移してしまう。彼女は医師の指示を無視し、処方よりもはるかに多いオイグルコンをオットーに投与し始めた。目の前で苦しそうにもがき、そのまま意識を失う夫。しばらくしてエルフリーデが彼の首筋に指を当てると、すでに脈はなくなっていた。エルフリーデは嬉しそうに口角を上げてつぶやいた。この薬、夫を殺すのにちょうどいいわ。患者さん実験台にするとか恐ろしい女性ね、本当に。一生看護師とか名乗んないでほしいし、てか看護師になるなよというね、夫殺すってどういうこと、エルフリーデはこの後夫に手をかけるんですよ。そこでね、さっき言ったオイグルコンっていうのがうってつけだったんです。夫の殺害に成功したエルフリーデは、そこから夫ルドルフの飲み物にオイグルコンを少量ずつ混ぜるようになりました。するとルドルフはたびたび体調を崩し、入退院を繰り返すように。その様子を見た周囲の人々は懸命に夫を看病するエルフリーデの姿に同情の目を向けるようになっていきます。エルフリーで大丈夫、ご主人病気なんですって。ええ、でも大好きな彼のためだもの、このくらい大したことないわ。こうしてエルフリーデは病気がちの夫とそれを支える妻というイメージを周囲に植え付けていったんです。そしてイメージが浸透した頃合いを見計らい、ルドルフに大量のオイグルコンを投与。ルドルフは10日間の昏睡状態に陥り、そのまま帰らぬ人となってしまいました。エルフリーデの巧妙な策略により、ルドルフの病死を疑う人は誰一人いなかったんです。つまりオイグルコンは病死に見せかけるのに最適だったってこと。おっしゃる通りなんです。そしてね、このエルフリーデは犯行を確実に成功させるためにターゲットをある層に絞っていた。エルフリーデが狙う相手はその大半が高齢の男性。エルフリーデは新聞に広告を掲載し、個人で介護の仕事を請け負っていました。そして高齢の男性と雇用契約を結ぶと、介護をする中でこんな話を持ちかけるんです。私もあなたももういい年だし、出会いなんてそうあるものじゃないわよね。もしよかったら私と昔みたいにもう一度恋をしてみない。このようにしてお互いに独り身の高齢者であるという共通点から男性の心に入り込み、親密な関係を築いていくエルフリーデ。怖すぎ。献身的に世話を焼いてくれるその姿と、彼女の独特の色気に惑わされた男性は次第にエルフリーデとの結婚を真剣に考え始めるんです。そこから遺産の一部を自分に相続させるという遺書を書かせ、病死に見せかけて殺害します。エルフリーデのかつての恋人たちの中には、運よく殺害されなかった人もいるんですが、次のような証言をしている人も。ああ、エルフリーデ、彼女とはすぐに別れたよ。だって彼女の料理を食べると決まって体調を崩すんだ。怖っ。この他にもオイグルコンを使用する前に持病で亡くなった男性もいたんですが、その際も遺書を改ざんし、遺産が自分に相続されるように仕向けていたんです。エルフリーデはこのような手口で約10年にわたり殺人を繰り返していました。実は彼女は生来のお金持ちのように思われていたんですが、貧しい家庭に生まれ幼少期を苦労して過ごしたという過去があります。それゆえ将来は絶対金持ちになってやると常々考えていたようなんです。そして50代に差し掛かった頃、殺人に手を染めることでようやくその念願を叶えるに至ったんです。前よく振る舞ってたの結局人のお金だったんじゃないのよ。何を本当に男たぶらかして手に入れたお金でさ、本当腹立つわね。マジで怖いっす。怖いわよ。そんなね、エルフリーデなんですけど、5人目の殺人を犯してしまって、その時ついに彼女の犯行が明るみに出ることになるんです。悪女の失策。1995年11月、エルフリーデはアロイス・ピヒラーという男性と雇用契約を結びました。いつもであればエルフリーデはここから信頼関係を築き、時間をかけて病死に見せかけ殺害します。しかしアロイスの時は違いました。どうして遺産をエルフリーデに、それにこんなに急に死んでしまうなんて。アロイスが亡くなったのを知った遺族は彼の死に違和感を覚えます。それもそのはず、アロイスが亡くなったのはエルフリーデと契約してわずか数週間後のこと。さらに驚くべきことに、約6800万円の自宅をエルフリーデに相続するとアロイスが遺書を書き残した直後だ。医師の診断によると、アロイスの死因は心臓発作だったんですが、そのあまりにもタイミングが良すぎる死を不審に思った遺族はすぐさま警察に通報。こうしてエルフリーデは殺人の容疑で逮捕されることになったんです。これまでうまくいきすぎちゃって油断してたのかしら。そうかもしれないですよね、そしてね、エルフリーデは裁判にかけられることになる。1997年2月10日、オーストリアのウィーンでエルフリーデの裁判が行われました。罪状はアロイスの殺害。私は悪いことなど一つもしていません。ただ愛する人を助けたいという一心で看病していただけなのに。まっすぐな目でアロイスへの愛を語る彼女はとても嘘をついているようには見えませんでした。さらにアロイスは高齢の男性で、死亡したのは早朝の入浴直後。一見すると事故死のように見えたんです。エルフリーデの供述を聞き、その場にいる誰もが彼女の無実を確信したその時、検察官が語り始めた犯行内容に人々は凍りつき、辺りは戦慄に包まれました。ふう、これだけあれば大丈夫そうね。
ベッドに横たわるアロイスを見下ろしながらそうつぶやくエルフリーデ。大量のオイグル君を投与されたアロイスの目はうつろで、明らかに意識が朦朧としていた。アロイスが動けないことを確認したエルフリーデはベッド脇の窓へ近づく。エルフリーデが窓を開けると、外の冷たい空気が一気に室内に流れ込んだ。いえ、寒いわね。うるさいわね。朝までおとなしくしてな。そう言うと窓を全開にしたままアロイスを残しその場を立ち去るエルフリーデ。みるみる室温が下がっていく中、薬で動けなくなったアロイスは窓を閉めることも助けを呼ぶこともできない。そして翌朝、アロイスの部屋を訪れたエルフリーデはめんどくさそうにため息をついた。はぁ、まだ生きてたのね。寒かったでしょ。お風呂にでも入りましょうか。そう言うとエルフリーデは弱り切ったアロイスを浴室へ連れていく。ほら、お風呂よ。浴槽に入れられたアロイスは悲鳴を上げ苦痛に顔を歪めた。その様子を冷ややかな目で見つめるエルフリーデ。この時浴槽に満たされていたのは体中を突き刺すような冷たい氷水だった。ひどすぎ。これでアロイスは心臓発作で亡くなっちゃったんでしょう。強烈な寒さに凍えてこう耐え忍んでいた時間とか考えるとね、ほんと胸が痛みますよね。こうして罪を暴かれたエルフリーデは、それまでの発言が全て嘘だったかのように態度を一変。裁判では終身刑が言い渡されていたんですが、その後も余裕しゃくしゃくといった様子でこのように語っていました。もう料理や家事なんてしなくていいのね。のんびり本でも書こうかしら。ベストセラー間違いなしよ。この女本当に少年が腐ってるわね。終身刑なんて喜んでるみたいじゃないのよ。遺産が本当の目的になったらもっと落ち込んでたはずなんです。全部取られちゃったんで。というわけでね、逆に考えるとエルフリーデの本当の動機っていうのは一体何だったんでしょうか。エルフリーデが欲しかったもの。検察側はエルフリーデの犯行は遺産が目的だと考えていました。しかし彼女はそれを頑なに否定します。私はお金が欲しかったわけじゃないわ。私は彼らを愛していたのに彼らがそれを裏切ったの。そんな人死んで当然でしょ。まるで被害者に問題があったかのような口ぶりだったんですが、エルフリーデが死に値すると判断した理由はあまりにも理不尽なものだったんです。例えば2番目の被害者である夫ルドルフを殺害した理由は、ルドルフの体型。彼ってばブクブク太っちゃってさ、なんだか嫌になっちゃって。自分勝手だなこいつ。また逮捕のきっかけとなったアロイスについては次のように話しています。彼のことも嫌いだったわ。だってグラスから飲み物を飲むとき口元からダラダラこぼすのよ。それが汚くてほんと無理だったの。何よそれ、ちっこちにもほどがあるじゃない。自分が気に入らないだけじゃないのよ。ほんとその通りなんですよね。人の命を一体何だと思ってるのか、そういう話なんです。このようにエルフリーデが死に値すると判断した理由は聞くに耐えないものばかりでした。その上、どれだけ愛について語ったとしても本当の動機が遺産目的であることは彼女のある行動を見れば一目瞭然だったんです。50代を過ぎ、いきなり大金を手にしたエルフリーデは贅沢に歯止めが効かなくなっていました。年間200日以上もカジノに入り浸り、他の客にもチップを分け与えるなど湯水のようにお金を使う毎日。せっかく手にした大金もすぐに底をついてしまうため、そのために新しい男性に近づいては遺産目的の殺人を繰り返していたと考えるのは何らおかしなことではありません。このように大金を欲していた事実がありながら、エルフリーデが自身の殺人の動機は遺産目的だと認めることは決してありませんでした。このことには何があろうとも絶対にお金に執着している人間だと思われたくはないといった執念のようなものを感じさせられます。2003年11月18日エルフリーデは脳腫瘍で死亡。生前エルフリーデは自身の犯行について次のようにも語っていました。カマキリのメスはね、交尾の後にオスを食べるのよ。発言が気持ち悪いな。男性ばかりを狙い恋愛感情を利用してその全てを奪い去ったエルフリーデ、自身のその姿をカマキリのメスと重ね合わせて見ていたのか。僕にはこの言葉の中にこそ彼女の真意があるように思えてなりません。